ゆたせなです。むせいなです。はい、というわけで本日はドッキリしたいと思います。はーい、何のドッキリをするかと言いましたら、彼女が突然同棲をやめたいと言い始めたら彼氏はどうするのか。今までね、喧嘩をしたりとかいくらなんか嫌な雰囲気になったとしても同棲をやめたいとか言ったりしたことがないんですよ、お互い。まあこれはドッキリですので、突然セイナが深刻そうにちょっとさ同棲やめないって言ったならば、うちゃんはどういう反応するかを見ていきたいと思います。今うちゃんはちょっと違う部屋にいるので、はい、それカメラを設置してやっていきたいと思います。それではやっていきます。シャッハー、むしろっきりのしっかりしさ、はい、むしろっきりのしっかりしさ、はい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 。ここら辺のさ、掃除もしないといけないさ。そうね、なんか掃除する日作りたいかも。最近全然掃除する日がないから、お部屋がやばいさ。そうだな。そうだな。何してるか。ちょっと YouTube な。なんか最近さ、かまってはくれないよね。かまってはくれない？うん。でも編集はさ、うん、わかるよ。そう、わかるさ。それはわかるさ。うん。でもちょっと寂しかったりもするよね。それはごめんね。うん。じゃあ編集は一緒にやろう。うん。あんまり俺が一人でやらないようにする。うん、いけるいちゃんさ、うん、セイナのこと好き？大好きだよね。ほんと？うん。どのくらい好き？どのくらい？うん。表せやしない。表せやしないくらい好き？うん。世界中の誰よりきっとセイちゃんが好き。ねえ、セイちゃん、さっきからなんか畳んだりしてさ、おかしいよね。どうしたの？言いたいことがある？なんだかさ、同棲をしていてさ、うん、お互いなんか慣れてきちゃったような気がしない？何が？生活が、うん、当たり前みたいなさことにはなっていない？新鮮さがないってこと？ちょっと、そんなことないよね。本当？ちゃんと感謝もしてるよ。洗濯とかさ、ご飯の準備一緒にしたりとかもやってるじゃん。うん、そうだね。そうだよね。けれどもさ、ちょっと愛が足りない。なんかさ、最近ちょっと思ったのがさ、一回なんかさ、うん、マジやめねえ。なんだよ、言って。なんかさ、うん、同棲をさ、うん、やめた方がいいのかなと思ったりもした。同棲をやめるの、本当に？一回離れてみないと分かりもしないかなって思ったりもして。俺は全然そんなせいちゃんに感謝も忘れたことないし、せいちゃんに好きって気持ちがなんかなくなったとか全くそういうのないし、毎日ちゃんとせいちゃんのこと可愛いって思って大好きって思うけど。せいなだって思うさ。でもそれはさ、二人の意識次第でさ、どうにかなることだと思うから。もうだってさ、2年以上同棲しててさ、今までもそれで喧嘩したことあったけど、離れるとかは。え、こっちキスがついてる。嘘。え、なにこれ。あ、でもこっちはついてる。え、なにこれ。チキスがついてる。なんだっけ、同棲の話。ああ、でもずっとさ、2年さ一緒に同棲してきてさ、辞めるなんて話はなかったじゃない。でもそれ以外なんかあんじゃないの、不満が。俺に対して靴下を裏返しにするところ。裏返ししてないよ俺。してる。え、クリアの毛がいっぱいついてるとかじゃないの。違う、裏返しにしてたの。それはごめんね。じゃあ、あとはなんだよ、何が不満なの。たくさんある。たくさんあるの。うん、それは問題じゃない。俺全然ないよ。だからさ、うん、もうさ、一回さ、せんのはさ、帰るよ。帰るの。うん。どこに。福岡へ。福岡に帰るの。うん。いつまで帰るんですか。1年間くらい。1年はやばいだろ。だってさ、もう俺ら YouTube もやったりしてさ、それ SNS がさ。 SNS はやるよ。いや、そうだよ。でも一緒にはできないじゃん。1年もどっか行っちゃった。リモート。リモートでねえ、ふざけてるよね。リモートでできるわけないでしょ。何の顔だよ。なんでそんな俺が嫌になったってことは。じゃあそういうわけではない、ね。うん、一回離れた方がいいかなってこと。うん。いや、でも俺もそれは普通にそうやって思っただけ。うん、いや、わかる。俺もそれは一理あると思うけど。一理あるの。ん？じゃあ離れた方がお互いの大切さが分かるってよく言うこともあるじゃんね。でも俺とセイナの場合は違うと思う。一緒にいろんなことを乗り越えていった方が信頼ももっともっと深く築けていけると思う。でもさ、ドキドキしなくていいの。ドキドキはするよ、セイちゃんを見て。セイちゃんはいろんな可愛い面があるからね。喜ぶ。
喜んでない。喜んでないの、うん、でも離れるのは違う。 SNS の話を出すのは嫌だけどさ、でも俺らももうさ、ファンの子とかもついてくれてさ、とっても大事だよ。そう、とっても大切な存在でしょ。だからそんなみんなを悲しませるようなこともしたくないし、でも俺らの中でもお互いが不満に思ってる状態でいるのは嫌だし、だからそれはちゃんとお互いで解決しよう。ちょっとトイレ行ってくる。考えておいてね。え？離れることを？なんで？撮ってるやん、せいちゃん。下手すぎやろ。やっぱりさ、離れてみる？お互いさ、初心をさ、初心取り戻して、初心やろ。そう、一回試しにでもいいさ。いいよ。セナがトイレ行ってる間にも、まあ、俺なりにも考えたけど、2週間ぐらいな。いいよ。え？いいの？うん、まあ離れた方が分かることも多いと思うし。何が？うん、だからせいちゃんがさっき言ったみたいに離れるんだよ。うん、いやだからせいちゃんの言ってることがなんか分かる気がする。よくよく考えたらね。福岡に行っちゃうんだよ。いやそうだよ、めっちゃ寂しいけど、俺がね多分邪魔とまではいかないかもしれないけど、せいなの中でちょっと俺が今までとは違う存在になっちゃってるのかもしれないから。そうでもないんじゃないか。でもせいちゃんが言ったじゃん。だからいいよ別に。でもなんかいいの本当に。いやいいよ。本当にいいの？だって俺はせいちゃんが言ってきた。本当にいい？え、いいよ。だから本当にせいなんかさ、それを言って本当にいい？いいよ。いいの？うん。せいな嘘なの？何を？離れたいって。うん、違う、だから嘘だったらこれドッキリなの。いやいやいや、ドッキリだとしても。え、でもさ、うちは本当に思ってないよ。いやいやいや、毎日不満。ごめんなさい。いや、不満があったんでしょ。ごめんなさい。これはごめんなさい。このことをしたっていうのはごめんなさい。いやいやいや、もうやめますから。お願い、うちは本当に嘘だった。いやいや、申し訳がなかった。お願い、うちゃん。いや、申し訳がない。戻ってきて。ごめんなさい。いいよ、もっと叩いて。本当に思ってないの？ごめんなさい、ドッキリだったさ。いや、嘘だよ、ドッキリは。え、本当だよ。じゃあ見る？ん？あ、せいちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、せいちゃん、ちょっと待って。何？ちょっと待って、座って。なんで？え、座っていい？本当にだってさ。わかるよ。皆さん、え？逆ドッキリ、大成功でございます。どういうこと？せいちゃん。ねえ、知っていたか？知っていたかっていうよりかは。どこから？せいちゃんがなんかトイレに行った時になんかクーさんとね。いけない、うっちゃん。下手な。なんでわかるかこれ。じゃあ下手ないよ、隠すのが。くっそ、向いてはいないね。途中までは信じてたね。ふざけ腐らない。でも本当にオッケーされたかと思った。だから急いでドッキリを言った。急いでドッキリを言った。本当だよ。本当だよ。一回も思ったことはないよ。俺も一回も思ったことないよ。よろしくお願い申し上げます。お願いします。という話で、セイナのドッキリは失敗に終わりございました。撮りますね、こちら。なんで俺撮って、分かったの？分かっちゃう、ね、やだった。いや、こっちがだって途中まで。うわ、なんかふざけ腐るな。そんなに悩ませちゃったんだと思って反省し。悩んでよ。嘘つけたくさんね。嘘だろ。どうやって嘘をつくか。みんなごめんなさいました。ふざけてる、はい、こんなものはふざけ腐っただろう。うるさい、うるさい。みんな他にどんなドッキリがあるか知らないでこっそり教えて。というわけで、私たち4人は今後とも共に生活過ごしたいと思います。このドッキリが失敗したけどシナ頑張ったねって思ってくれた方や、うちゃんドッキリに気づいてナイス逆ドッキリと思った人はチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。それでは、バイビー。はぁ、こんなものはドッキリでもなんでもないね。